Z 会世界史講師の田中です。世界史の受験勉強は進んでいるでしょうか、えー、今日は実際の入試問題を使って、君たちがこれからどんな勉強をさらに進めていくのかを、えー、助言したいと思います。はい、では、ワセルの整形の問題を使いましょう。えー、A、D、G の、えー、人物たちの、えー、時期にかな適切なものはどれかという問題です。はい、まず、A の人物は、 番の文章ですね、はいえー、その国の第2代君主でかなアクチェという銀貨を使って非常にこれは細かなことを聞いてますが、えー、これが解ける必要は決してないんですねはいこの文章のヒントはイエニチェリですこれで、えー、この文章が示す王朝がオスマン帝国であるってことが君たちにかな分からなければいけませんではその、えー、オスマン帝国の第2代 皇帝について適切なものはどれか。はい。でオスマンという国が1299から1922っていうのはまず大前提把握しておかなければいけない年代ですよね。はい。そこで実際の文章を見ていきましょう。はい。イコンスタンチノープルを攻略してビザンツ帝国を滅ぼした。 はいこれは確かにオスマンのやったことなんですが1453年メフメト2世の、えー、行為ですで今聞いてるのはオスマンの2代目ですよねってことはどう考えても14世紀の初めの頃の人物ってことになります当然このメフメト2世は違いますはいイブンマトゥータがアナトリアアナトリアはオスマンが起こった小アジアの、えー、地名を指すわけですけども、えー、こんなこともあったんだね、はい えー、イブン・バトゥータという人は非常に頻度が高い人物です、えー、いろんなところに現れましたから最終的に「三大陸周遊記」という本を書きますが彼が訪れた国は、えー、西アフリカのマリインドでは、えー、デリーする単調の一つのトゥグルク町そしてゲンにも、えー、彼は、えー、出かけておりますで、えー、彼結構よく出るのは年代なんですね、えー、彼がゲンを訪れた時フビライハンではもうない 彼は14世紀の人だからどうやらこれが回答の候補のような気がしますが他の文章も見ていきましょうはい「は土地からの情勢権を軍事に与えるイクター制を創始した」イクター制というのはいろんな王朝でその後採用される制度ですこの前に「アター」というものがありますイスラム信者ムスリムは カリフからら給料にあたるアターをもらうんですねところがカリフが2人も3人もそしてカリフの、えー、権威が失墜していく中でこれは維持できなくなりますそこでかなイクダー制超権を軍事に与えることによって収入に変えなさいでこれやったのはブワイフっていう王朝です 以後これを滅ぼしたセルジュークやいろんな王朝が採用しますけどね。えー、この王朝は10世紀から11世紀、年代も違います。はい。そしてにタラスカハンの戦い、これはもう751年、アッバース対等の戦いですよね。はい、えー。ということで答えは、うん。えー、14世紀初めのオスマンの第二代、えー、スルタンの時代ってことで。 イブンバトゥータが答えとということになりま,すまあアナトリアとかで皆さんをちょっとえっとか思わせるんですけどもかな答えとしてはえこれが出てきますねはい次に下線部の D の人物ですはい第六代皇帝で動線が E 通報そしてこの皇帝の知性が E の地これでわからなければいけませんこれはえー のな元宗皇帝の時代ってことになります、えー、で元宗皇帝彼の時代に適切なものはどれかですねはい、えー。琉球を統一した中山王を作法した結構世界史の中で琉球のことが出てくるんですけども北山中山南山をまとめた中山王、えー、この統一が1429年、えー、そしてこの国が作法 えー、つまり主人とした相手は中国の民ってことになります。えー、唐の元僧皇帝とは違いますね。はい。はいそして皇帝一族の諸侯がこそ非四国の乱。これ皇帝一族なんですね。粒子なんです。かな。えー、これ全漢の話です。全154年。軍国制から軍権制へ移行するために一族の領土も削って。 えー、皇帝の直轄にしていくその時の反乱がこれになりますこれは全漢です、えー、元祖皇帝の時代ではありませんはいに、はい。これが答えの候補なんですがハ不平性を廃止母平性を全面的に実施、えー、党としては禁殿性を背景とする、えー、素養調整不平性が理想なんですけども国民禁殿農民はその禁殿を与えられているがゆえに その税を納めることもこの軍事的な義務不平性もかなり厳しいものであって土地を捨てて部民となって逃げるものが多かったようです。で元玄宗は積極的な外政を行って唐を再興しようとするんですけども不平性の兵では足りないので当初は母平性で補う形をとります。年かなで後に全面的に唐の兵士は母平性という形になるのがこれが749年で。 これが元宗皇帝の時代らしいですはい。2反乱を避けて長安から洛世に先頭した元宗皇帝の時に彼が陽気比を長愛することで安子の乱という反乱を招きますで、この時に世界史ではなかなか出てこない四川というところに彼が逃げて都は長安から四川の聖都というところに移ったようです 時代は元祖皇帝のことを示していますけどもこの文章に間違いがあるので答えは「は」ということになります。はいそして今度は下線部の G です。はい3番の文章ですね。前王朝が発行した銅線やそれを模した銭が使われていたが第7代皇帝の時に重量を。はいえー、この名を持つ銭が王朝皇代後も長く通用することになる。 これがヒントです。気づけましたかはい。えー、真の始皇帝が初めて発行した銅線、半量線は長く使うことによって偽物とかが出て経済を混乱させます。そこで形は一緒。丸く四角い穴なんですけども、五種線というものが前漢武帝の時代に作られます。 で同じものを長く使うと真似されてという話があるくせに、えー、このお金はなんと前勘から隋までの間使われたんですねだ文章に貼ってますはいってことでこれは前勘の武帝の時代の問題ですでこの武帝について適切なものはどれか ですねはい、イ・アルタン藩ンとの和議を結び交易を開いたはい、えー、明の時代の北漁の一つの例ですよねタタールのアルタン藩ンが首都北京を包囲したかな、えー、一条弁法という新税制も、えー、行う長居制がこのアルタン藩ンとの和議を結び交易を、はい、1550年の北京包囲は、えー、当然抑えておくべき年代でしょうロ・アルタン 各主計らが樹字歴を作った。はい。これは、元に関する文章です。えー、イルハン国がイスラム世界にあるために、イルハン国から、えー、イスラムの文化が中国元に入ってきます。イスラムでは、えー、宗教的には対陰歴を使っておりましたが、日常生活ではかなり高度な対応歴が使われます。ジェラリ歴なんていうのを具体的に考えてください。で、これが入ってきて、 元の時代各種系らが作ったのが呪辞歴はい、えー。朝鮮に侵攻して落路など四軍をいたはい。でこの朝鮮というのは英史朝鮮です武帝は強度を強撃挟み打ちでと考え朝鮮を大月子や宇孫に派遣します同じことつまり強撃を強度が考えた場合前官に対して英史朝鮮と同盟するという可能性がありました そこで、えー、朝鮮に侵攻して、えー、朝鮮を滅ぼし洛路元都審判リントン四軍奥はい、えー、これは前漢武帝の時代の出来事ですはい念のために、えー、2問見ましょう、えー、東京都の古官や前府が親族、えー、したはい武帝の遠征の後京都は東西に分裂をします ここれが禅1世紀のの半ばのことですす武帝ののの遠征の後の話で,すでその中の東京都が禅館に親族かなで古館や禅は、えー、その親族の形を示すために、えー、漢の王室から奥さんが欲しいと言ってかな王将君という人が嫁いでいった話が原曲の漢九州という話のもとになっています。 時間は全巻でありますけども、武帝の時代のことではありません。その後の話になります。ということで、この問題の答えは、は。さあ、えー、入手問題かな。非常に難しい文章で、えー、表されて君たちを、かな、えー、混乱させようとしていますが、意外に簡単な問題ですよ。かな。えー、ちゃんと、えー、正解に導けたでしょうか。かな。えー、自分たちの勉強は、 かなちゃんと正しい方向で進んでいるでしょうかこの問題を通して考えてほしいと思います。